こんばんは、四千頭身の鈴木ロキです。2023年5月18日木曜日、この時間は僕鈴木がラジオ大阪のミクチャスタジオから生放送でお送りしていきます。番組のステッカーをね、150枚ぐらいかな、もらったんよね。かなりな枚数、なんか半年、まあ1年ぐらいかかったか、1年ぐらいかけて作ったステッカーね。まあこだわったわけよ。ロブスターがモチーフになってるデザインの、結構かっこいいのよ。個人的にはすごい気に入ってて、そう、先週もらったんだよ、スタッフから。でなんか来たら、ブース、放送前にブース行ったら、なんかえぐい玉のうちのステッカーが置いてあって、なんすかこれみたいな。でもあげますよみたいな言うから、おー、ありがとうございます。その時はとりあえずもらったわけ、150枚。多分そんなもんあるんだよな、一束なってたから。まあロブスターのモチーフになってて、まあこの番組を聞いてくれてる方はわかるかもしれませんが、途中ね、なんかね、ドクロとかヘビとか、なんかドラゴンとかファイヤーとかね、今思うともう何の流れかもよくわかんねえんだけど、ドクロとかヘビとかドラゴンとか系列は一緒でしょ、だら統一性はあるでしょ、なぜか。そう、マジックザギャザリン、これマジックザギャザリンの新デザインかってぐらい右往左往、右往曲折ありまして、まあいろんなアイディアを1年近く出して、まあ出していただいてね、皆さんから。で、突如として出てきた、急に現れたロブスターに落ち着いたわけよ。ロブスターが出てきてからものすごい早かったね。異常さ、彗星のごとく現れたロブスターが全部重なってた。まさかさ、ドクロ、ヘビ、ドラゴン、ファイヤーがさ、ロブスターに負ける世界線があると思わないじゃん。ウィンだった、ロブスターウィンだったんだけど、いや、すごい、そっからは早くてね。まあまあ、なんでロブスターかとかの経緯はまあ、どうでもよくてさ。ステッカーを150枚ぐらいもらったの。なら、もらってください。持ってっていいですよ。と言われた手前。いやいや、まあ、その時は、とりあえずもらったんだけど、いや、これどうしようかな、つって。だって、普通に、いらんやん。いらないでしょ ?150 枚。俺はね、俺のだから。俺は、俺のだからいらないのよ。いや、なんかリスナーのみんなは、こう聞いてくれて、まあ、なんつうだろうな、手に入れる手段も正直、まあ、俺は言えばもらえるだろうし、下手し。うん、みんなはでも、くださいと言ったからと言ってもらえるわけではないじゃん、正直ね。正直。俺は、俺のだから、いつでも、リスナーでも150はいらんやん。ですら。リスナーですらな。わかん、じゃあ、携帯にしまっとくよ。とか、なんか携帯とか、なんか、お気に入りのものに貼る用と、まあ、なんかこう、なんかあった時に置いとく用のさ、まあ、2、3枚ありゃいいわな。5ありゃ大満足だ。なんかいい友達に普及、まあ、好きな子にちょっとさ、これあげてきっかけのトークにするための予備ストック5でいいわな。150! マジいらないじゃん。で、俺は持ってんの、自分で1枚。で、携帯にずっとこう、入れてるわけ。で、これでいいのよ。いや、150いらんなみたいな。で、かといってさ、これさ、捨てんのもあれだろ何が立ち悪いって。捨てようとしたの？いや、一瞬でいらないんだもん、だって。その選択肢は浮かぶよ。ステッカーな、これ。捨てんのはちげえか、みたいな。これ、自分の番組のステッカー捨てるみたいなさ、そう、駅のゴミ箱に、そう、帰りの両国駅のゴミ箱があるから、これが持って、あ、まあまあ違うか、みたいな。自分の番組のステッカー捨てるのも、やっぱ、好きな、ステッカーだからね。そう。両国よ、俺。両国。両国駅、あの辺住んでんだけどさ。まあ、自分の、お気に入りのステッカーだからさ。で、リスナーに毎週プレゼントもしてるし、っていうね、この、毎週あげて渡してるもの、まあ、だったら、わかんないけど、こう、取っとくとかさ、まあ、また一応持ってきて、こっちに戻すとかの手段の方がいいかな、みたいな。まあ、心苦しい、捨てんのはね。で、なんか、ゴミ袋に入れてさ、捨てた時とかさ、なんかまあ、どっかゴミ箱とか入れた時にさ、袋から透けてる大量のステッカー、誰かに見られたら恥ずいじゃん。嫌じゃん。大量の、よく見たら、続き桜橋919って書いてんだよ。うわ、なんか超人気ねえ番組じゃん、みたいな。すっげえじゃん。廃棄じゃん、だって。うわ、なんか誰かが、なんかすげえ浮き折ってもらったけど、いらなかったんだろうな、みたいな。大量の何かが捨てたると恥ずかしいからね。そう、無駄な生産を感じさせられるのが。だからよ、配ろうかなと思ったの、やっぱり。こう、リスナー、
はまあ、毎週ね、プレゼントしてます。でもそれ5人とかなので、そう、150、言っても5よ、これ。はけても5よ、毎週はけれて。でも150あんね、俺。で、まあ、ランダムだしね。だから、もらいたいからといって、こう、もらえるものじゃないから、価値もあるんだけど、まあ、どうせなら、じゃあ、もらいたい人がいるなら、配ろうかな、みたいな。で、俺はこう、リスナーの方をさ、ロブスターズって呼んでるんだけど、こう実際にリアルな、ロブスターズ。ん？いつから？番組当初から。番組当初、え？え？いや、水星のことから現れて、ロブスターはね。ロブスターは水星のことから現れたけど、もう、いや、まあ、そう、何かが。今、何かが追い越したよ。そう、実はね。軸ロブスターが、時を超えてやってきたね、あの時。みんなは知らなかったと思ったけど、やっぱり。俺の中でみんなはずっとロブスターズだったからね。うん、後から事実が追いついてきただけで。みんな、ロブスターズのみんなにも、やっぱ会いたいわけよ、俺は。まあね、まだこの番組は、番組イベントとかもないしさ、別に予定もないし、やったこともないし、ロブスターズに会ったことがないからね。実際生で。で、ここはまあどこでやってるかもわかんないから。会いには来れないわけよ。だから放送時間に合わせて。ロブスターズに会って、まあ、こう、リアルなリスナーのね、リアルなロブスターズたちのパワーというかエネルギーをもらおうかなと。で、まあまあまあ、こう見てくれた人、もしくはし、ね、ツイッターでいろいろ動いたり告知したりしてたので知ってる人が多いと思うんだが、ああいう経緯、そういった経緯で、配ってましたということなわけですよ。で、まあ、実際ね、この間の、まあ、ツイートした日がそのまんまの日なんでわかると思うんですけど、土曜日ですよ。天気もあんまり良くない日に時間があったから、改めてね、まあだから金曜仕事終わって帰ってきて、まあ土曜の日中は普通に家の中で片付けとかしてたら、まあバッグの中から150枚のステッカーが出てくるんだよ。もうゾッとするんだよね、一瞬。いらねえんだよな、俺やっぱり、みたいな。で、まあそれ配るから。そうだな、開けきんのが目標だけど、で、まあ実際そうは言ったもののさ、来るかなとか、天気はあんま良くないけど、まあ今週動くならここしかねえしな、みたいな。まあじゃあとりあえず配りに行ってみっか、みたいな。どうしよう。うん。両国で配ってもな、なんかお相撲さん、そう、力士の方とかさ、いやいや、そう、力士の方で知ってもらうにはいいんだけどさ、なんかちょっとね、そう、ちゃんこ屋に貼ってってもいいんだけどね。聖地巡、で、聖地になってないから。俺が両国のちゃんこ屋を巡りに巡るトークがあったらいいよ。過去にしてて、そこがなんか聖地になってればいいけどさ、ちゃんこ屋に貼っても、ねえ、ロブス、なんかあれ、最近なんかちゃんこになんか金のカニのトッピングなんてありましたっけみたいな、漁師に力士に勘違いされるわけにもいかないからさ、カニ、まあカニって、ロブスターね。カニってか、エビだ。いや、ニアじゃん。いや、ニアじゃない？いや、ニアでは違うけど。いや、違う、ごめんごめん、エビだ。そうね、ロブスターはエビだな。オッケーオッケーオッケー、ありがとう。エビとカニがちょっと一瞬、いや、わかるわかるわかる。いやいや、わかりますわかります。その、まあまあまあ、一瞬ね、道に迷ってしまっただけで、エビとカニは区別つけます。さすがに大丈夫です。あ、ちゃんと。そう、特徴？エビとカニの特徴？エビは、いや、むずくない？いざ言われると。カニは、カニ歩きだよ。横向きで。なんか、平たい、四角形が平たくなってて、なんか、こう、うん、平行移動して歩いて、ハサミがあるのがカニだろ？ハサミ、なんか、ハサミちっちゃくあるでしょ？ハサミ多少あるでしょ？ハサミ。で、エビも、エビはハサミあるけど、なんかひらがなの2みたいになってるのがエビでしょ？ひらがなの2がエビでしょ？ね。平行移動して歩くのがカニね。なんとなく、フォルムはだからそう、平たいか、平たくないカニもいるけどね、ヤドカニ。そう。味は？味は一緒。味は一緒。味はざっくりは一緒や、やっぱそれは。味はもう大体でやってるから。大体で見分けてるから。エビじゃない、カニじゃない、エビで。変になるから。この時間にエビかカニかで、冷静に解釈すると。もう当たり前のものとして把握してきてるから。まあまあ、両国で配っても仕方ないなって話ですよ。だから場所は、せっかくなら、人が集まりやすい場所がいいかなと思って、まあ、渋谷だな。
渋谷のハチ公なんてのはまあ分かりやすくとか、スクランブル交差点があるとことか、まあまあ、あとアクセスもまあまあそれなりにいいしね、いろんなとこから来やすいかなと思って一旦渋谷に向かって、でまあそのタイミングでこう今からステッカーを配りますで、っていうのと、まあ渋谷のまあザ渋谷駅といえばここですという場所にいますと、まあなんか全部が全部ハチ公にいますって言って、もうなんかそれでまあどういう動きになってどんぐらい人が集まるか分かんなかったけど、なんかそれでこう地域とか場所に迷惑かけるのもちょっと嫌だったし、まあそのぐらいまで言えばみんなまで言わなくても分かるかなみたいな。で、まあ先週アフタートークでもちょっと話したんですけど、まあもし渡すなら合言葉を決めようとね、なんか街行く人にティッシュ配りみたいにさ渡してっても、それこそ渋谷の駅のゴミ箱に俺の大量のステッカーが溜まってくだけになりかねないから、でも恥ずかしいから、うん、いらないものだ、いらない番組だと思われたくないから、俺だってやってる以上は。だったら合言葉をつけてこの番組のリスナーだって分かる人に渡そうみたいなルールをつけたものをもう全部ツイートしたわけで、まあ来るか分かんないけど、ま、一旦待とうと。でハチ公となんか渋谷駅のスクランブル交差点の前のハチ公前って、なんか駅のなんかね、オブジェというか、その中でなんかいろいろポップアップとかやってんのかなみたいなのあるんですよ。の間ぐらい、なんか大きい木があって、こうパイプでぐるってなってね、腰掛けれる場所があって、なんかそこで、まあ分かりやすく待っとこうと。大体待ち合わせとかでよく使われる場所だから待ってて、で、なんかまあ、ヘッドホンして、ラジオとか聞いて、携帯いじってても、声かけづらいかなと思って、まあ、特に携帯もいじらず、ヘッドホンとか音楽も聞かず、じっと待ってたわけ。でもやることがないからさ、なんか適当にぼんやり一手を見つめてさ、突っ立ってんの渋谷駅で。で、令和にこんなやついないんだよね。令和に、こんなアンドロイドみたいな立ち方してるやついないの。みんな、それこそアンドロイドというかこの AI として発明されたものに触れてるけど、もう一周回ってアンドロイドそのものみたいな固まって、そう、ギリのやつだからね。渋谷で。俺別に姿勢がそんなにいいわけじゃないから、ちょっと傾いてこんな、目なんか一点見つめてさ、ギロギロしとんのも、これはこれでちょっとなんか仰々しいかと思って。まあ、一旦自分の中の普通でいいよね。なんか、まあ5分とかそれにいたんだけど、まあその状態で待つ5分っては長いわけよ。まあなかなか来ねえのかな。まあ言っても5分だしな、みたいな。10分ぐらい経って、まあなんとなくもう、ただ待ってんのもなと思って、いやって、なんかちょっと自分の中でまあ、それでも声かけてくれる人は声かけてくれるかなとか、ヘッドホンして YouTube とか見ながらダラダラ待ってても、20分ぐらい経ったのかな。いや、まあ来ねえよなみたいな。いや、来ねえ、俺、いやいや、俺だけか浮かれてたの150万って、これ配ったらリスナー喜ぶんじゃないのとか言って、俺だけだよな、マジか、帰るか。言ったけど手前帰る、まだ追消し間に合うかとか思いながら、いやでもなんかアクティビティなんか閲覧数みたいなちょっと増えてきてもいいんだみたいな。でまあ30分かなタイムリミット、移動の時間も考えて、そんなもんで無理だったら無理かなみたいな待ってて、20分超えたぐらいかな、あのすいませんってこう声かけられて、パッて見たら、まあ女性ですわね。そうこれね、どっちかわかんないんだよ、どっち、まあ鈴木さんですよねっていう単純に街にいる俺に気づいた人か、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ、この合言葉を掲げてきた人か、どっちか分かんない、すいませんって声かけてきた人、声かけるとどっち、いやどっちだ。でこれであの合言葉じゃなかった場合帰ろうかな。なんかもうなんかそれはそれで心折れんな、普通の人でもみたいな。でパッて見たら、まあ女性の方ですわ。なんかまあ髪も伸ばしてて。で、女性の方が、3人組の女の人が、こうパッてまとまって声かけてきててね。で、はい、と、な、はい、あ、すいません、てか、はい、何ですかみたいな言ったら、その子が、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ。おおおおあなたはこっちからあなたはロブスターズですね。はい、はい、違います、ロブスターズではないです、多分分かんないけど、俺もはっみたいな、はっみたいな、向こうもやっぱそうですかみたいな、いやありがとうございます、まあそれはもう言ってくれたし、まあそう、まあ言わせたけど、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞを合言葉にしてたから、これでいやありがとうございます、
じゃあ渡して、うわ嬉しいみたいな、いや僕も嬉しいですみたいな、もうお互いまあなんかほらまあリスナーを喜んでほしくて正直やってたいたんだけど、まあ同じぐらい俺も喜んでしまい嬉しくてね、やっぱで一人目ですよみたいな、え本当ですか来なかったんですかみたいな、いやもうちょっと諦めようか悩んでてねみたいな、いやこれってよかったですみたいな、すごいありがたい時間、まあなんかやっぱ素敵だなと思い、やっぱ実際にいるもんだな嬉しいななんて思ってたら、こう後ろの人も女の子3人で来てて、その1人の子はそうやって合言葉言って声かけてくれた。で後ろの人もこうちょっともぞもぞしてて、なんかあそういうのもらえるんだみたいな2人ともしてたから、あ多分番組は知らないけど、まあこれをきっかけに聞いてほしいなと思ってさ、まあそれはさそうあげましょうと、まあサービスですよやっぱこういうのはね。じゃあちょっとってポッキーに手入れようと思ったら、ちょっと待ってください、ちゃんと合言葉言わないとダメだよ、女の子は精神入ってちょっと待ってちゃんと合言葉言おうよ、友達のその最初に合言葉言ってきた友達が合言葉言わないともらえないよ、え確かにそうだよな確かにそうだよな、危ない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 、軍法会議にかけられるとこだった俺が教官がたるむとこだった、危ない危ない、そうだよな、なんか知らないうちに下が育ってんなと思いながら、そうね、うん、合言葉を言ったリスナーだと分かる人にあげていこう、そういうルールだった、俺が崩しちゃいけない、教官である俺から崩すのは違うわ、そうですよ合言葉を言いましょうって、でその子がほらこれだよ見せてあげてね、友達にここの部分ここの部分、こっちじゃない、あの続き桜橋九地区じゃこっちじゃない、こっちのハッシュタグあーこっちか、地方局の、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞって恥ずかしながらも言ってくれてた、あありがとうございますって聞いてくださいみたいな、で私あありがとうございます聞きますねみたいな、で後ろの人もそわそわしてるから、ちゃんとほら欲しいなら合言葉言わなきゃダメだよリスナー委員長が、リス、欲しい欲しいえみたいな。じゃあ、みたいな。みたいな。だから手前言ったら、欲しいなら、ほら、早く言いなよ。うん、わかった。欲しい欲しいなら言ってくれたらあげるけど、無理しないでよ。せっかく、聞いてほしいよ。今後とも聞いてくださいね、みたいな。かわいそうに。かわいそうに合言葉ハラスメントかわいそうに、まあでもその子はやっぱこうリスナーとしての正義感でね、欲しいなら言わなきゃダメだ、あ そうかみたいな、友達がじゃあなんだっけ、ほらここの部分言って、この合言葉この合言葉だよ、地方局の知らずってレベルじゃねえぞみたいな、こう言葉がやっぱで欲しくないからか尻すぼんでくるの、ちょっとずつ言葉地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ、はいおめでとうございますありがとうございますみたいな、でまあでありがとうございましたみたいな、なんかこの後もぜひ頑張ってくださいねみたいな言ってさ、でああまあ実際に来てくれたもんだ、まあ確かに渋谷でやってますって言ってからここに向かってくるまでのラグを考えたら、まあこんなもんかと、もうちょっと待ってみようと思って、そしたらその後5分後ぐらい、あの全然音沙汰もなかったのに、その後は割と早いもんで5分もすればまた男性の人が、次はすいませんって声かけて、男性うわっまあ男性から声かけられることが多いから、俺どっちかな、はいって聞いたら、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞみたいな、おおありがとうございますみたいな渡して、でいつもあの毎週リアルタイムでもう聞かさせていただいててみたいな、嬉しいわ、毎週わざわざまあねえ12時3時1時ってまあそんなすごい早い時間でも1時ってまあ結構遅い時間にもなると思うんだけども、聞いてくれてありがとうございますなんて言って渡してね、帰っていって、でああまあそんなこと言ったらこう隣、まあそんな渡してる間になんか隣の人がチラチラなんかこの人何やってんのみたいなちょくちょく気になってる人とかもいて、まあそうまあ変なことはしてるわな駅前でと、でまたちょっと待ってたら、すいませんって声かけてきて、どっちだろうなってパッて見たら、もうこいつはもう絶対にラジオリスナーみたいな見た目しててステレオタイプの、もうザ皆まで言わないけどもザラジオリスナー、もうそういにしえより伝わってきたステレオ、ザステレオラジオリスナーが、あお前も絶対そうだなと思って、はい合言葉ねと思いながら、そしたら案の定、地方局の深夜ラジオテレビじゃねえぞみたいな、いやもう分かってて、お前絶対そっちだからで、あもちろんまあリスナーとしては嬉しいよな、
ありがとうございますみたいな、うわ嬉しいですみたいな、まだ、まあ、正直ちょっと探したんですけどみたいな、やっぱそっか渋谷駅といえばここですもんねみたいな言ってくれて、いや今後も聞いてくださいみたいな、ありがとうございます、まあ、あのこの番組僕たまに聞いててみたいな、たまにってのはなんか言う、まあさ、いやよくない聞いててっていいじゃん、そうそうそう言わなくていいよ別に、そんなもんだろうけどね、いっぱい多分だからイニシエよりのラジオリストだからいっぱい聞いてんだよこいつは、それはたまになるのはわかるけど言うなよと思ってる、まあまあまあありがとうございます、まあ、聞く頻度増えてくれたら嬉しいですけどねみたいな、俺もねサービストークとしてやってさ、まあ、普段はちょっと基本的にはメインはあの山添桜橋九一九をメインで聞いててみたいな、言うなよそういうの、下手くそだなこいつ、そういいけどさ、いいけど桜橋の並びでこの並びが聞かれてて盛り上がってるのはさ、いいけど、そうそう、あおおそう怒ってもない別に、おなんかさ、なんか下手だなみたいな、なんか下手くそだなこいつ、うん、まあその別に悪い気はしない、桜橋の横並びが盛り上がったのは嬉しいし、山添さんの番組面白い人気があるのは承知の上だからね、でいいんだけど、たまに基本は山添さんの桜橋九一九普段から聞いてますがさ、言わなくてもいいじゃん、会話下手なやつなんだよ、ステレオタイプだからさ、もうお前ステレオタイプのリスナーもうちょい友達作ってこいお前らなんかこれを言わない方がいいかなとかっていうコミュニケーションをもっと取って学んだ方がいいよ、嫌じゃないよわざわざ来てくれてるから、大前提嬉しいんだよもちろん嬉しいんだけど、もっとなんかせっかくならお互い喜んで終わりたいじゃん会話のバッターボックスに立てもっとで振ってこいお前ら、手に豆が少なすぎるよお前らまあまあでもわざわざそれでも見て足を運んでくれたことに間違いないからね、まあ今後も聞いてくださいなんて言ってさ、でこうその後もなんかちょくちょく声かけてくれる人が増えてさ、なんかその後一瞬さなんか列ができたりとかするまで、だから本当に多分移動でかかった距離と時間に応じてなんだろうけど、あのね、3人ぐらい、その作、あの、合言葉待機待ちが出てきたりしたのよ。で、うわ、すげえなーみたいな。で、そんな、まあ、女の人とか男の人とかも割と半々ぐらいかな。割で、女の人もなんか、桜、もらいに来ました、みたいな。で、合言葉言ってくれて、渡して、みたいな。三四郎さんのラジオがすごい好きで、みたいな。あ、ありがとうございます。まあもうそれがきっかけみたいなもんなんでね、みたいな。まあ桜橋は聞いてないんですけど、みたいな。いや、言うなよ、だから。別に、いいんだけどね。そう。あの、いい、怒っちゃないよ、怒っちゃって。で、三四郎さんのラジオが出てることが、褒めてもらえるの嬉しいしね。もちろん出させてもらえてんのは。そう。なんか、下手だな下手だなまあ、俺はいいんだけどねっていう、その。マジで、ね、そう、マジで、マジで、その、たまにいる先輩の、いや、俺はいいんだけど、他の人すんのよ、の、なんか、いや、怒ってるじゃないですか、じゃない。俺は本当にマジで大丈夫。俺は本当に怒ってないんだけど、まあ、なんかさ、コミュニケーション、なんか下手くそだね。まあ、まあまあまあ、それきっかけの人も多いからさ。で、また、こう、で、女の子の、別の女の子の人なんかはさ、なんか、ちょっともう、友達に普及しますこれからみたいな、だからこう一緒に会っていざ渡し手渡しでパーソナリティからもらったテンションなのかさ、もうこういうのきっかけにどんどん普及しますねみたいな、ラジコのシェアもしますみたいな、いやいいねみたいな、こんな子積極的だなとか思いながら、ありがとうございますみたいな。で、ちょっともうその後も列作って割とテンポよく渡せる時間が来てさ、まあちょっとウキウキ、思ったより渡せてるぞみたいな、いいペースだぞこれ、悪くないなみたいな、結構みんなもらってくれる、来るなと思ったらさ、こう携帯をね見てキョロキョロしている、まあ俺よりも結構身長高かった190センチぐらいの鼻の高い外国人男性が2人携帯見てキョロキョロしてる、探してんなみたいな。で、ああったそこだみたいな、指さしてこっちに、へーみたいな、手挙げてこっちに来んのよ。え、マジで海外リスナー？リスナー海外進出ある？うち？確かにグローバルだけどね。うちはやっぱスタッフグローバルみたいな、ね。ミキサーがフィリピン人、ディレクターがフィリピン人とかいろいろ言ってるけど、もうリスナーにまで来てんじゃんみたいな。はーいみたいな来たから、まあ俺もなんか、そこはまあオーラーとかまで言ってやろうかなみたいな。って言って、よっしゃ来たってポケット手伸ばしたら、まあ全然違くてね。当たり前だけど、そんなわけなくてさ。その俺は背中に八構造構えてたから、
あの、ハチ公を指さして、ハチ公を探したの。で、ハチ公に向かって歩いてきたわけ。でも、俺のを指さしてんだけど、その時190ぐらいだから、俺の脳天の上さして、その、ちょうど園長、でも俺の脳天、ここを刺してんの。その人の身長で。でも、その人は完全にハチ公を見つけて、ハチ公に通してこうやってってんの。で、俺は、その来る外国人に向かって、もう手、ちょっとこの辺顔ぐらいで、オーラーみたいな顔してんだけど、全然、そう、目線が違うんだよ。高すぎて。目線が違う。俺すげえ目合ってると思ったけど、近づいてきたら分かるね、そういうのってね。近づいてきたら、俺ずっと首、あの、目見てんだけど、その人全然俺の上通ってんの、目線が。あれみたいな、あるんぞな。まあ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 、まあまあ、そう、渋谷だからな、まあな。渋谷でのなんてこんなもんよ。まあちょっと浮かれてた。だから、うまいこと言ってたからね。まあまあ、そんなのみんながみんなじゃねえよな。みたいな。で、まあちょくちょく配ったりしててさ。で、まあ、配った人とはさ、一緒に写真とか撮ったりしてたからさ。で、だから写真撮ってたりすると、まあ、もうマスクも私普通に撮ってて、まあ街中で写真撮ってるから目立つとさ。そうするとやっぱ、え、なんか、写真撮ってるみたいな。で、すいませんって声かけてきて、運勢どうしよう続きさんですかみたいな。あ、はい、みたいな。若い子、そうだね。もう大学生か、ちょっと同世代ぐらいの若い男の人二人とかで、写真撮ってもらっていいですかみたいな。あ、こういったらもう合言葉じゃねえわ。そう、まあ、この時点で言ってこないってことは、まあ、第一声じゃないって多分今までの傾向上違うわな。あ、まあ、いいですよ、つって、こいつ撮ってさ、写真撮って、ありがとうございます、みたいな。で、その人たちは、俺がこうリスナーにシール渡してる一部始終を見てたわけよ。ありがとうございます、写真ありがとうございます、みたいな。で、え、みたいな。ポッケの方とか見ながらなんか肩リズム取ってる。え、なんか、さっきまで渡してましたけど、みたいな。いやいやいや、なんか今日ってなんか写真撮ったらね、まあ、もらえるんでしょみたいな。肩のリズムってね、なんかさっきはほらみんなに渡してみたいな、ほらみたいな。いやいやいや、今日はもうそういうのじゃないから。そうそうそう、え、なくなった、いや、めっちゃある。なんかあれみたいな、あれだ、え、この辺でねみたいな、なんか そいつら的にはなんか遅延だよね。え、この辺でなんかやってんすか今、みたいな。あ、いやいや、まあなんかちょっとなんとか、待ち合わせというか、まあ、待機してて、みたいな。まあ、間違ってないからね。待機してて、みたいな。みたいな。じゃあ、まだ時間あるんですか？まあ、時間、まあ、あるっちゃあるし、そうっすね、みたいな。そうっすよ。なるほど。なんかさっきはね。ね。いやいやいや、見渡さないよ。いや、俺、ルールが違うよ。あの子の頑張りはどうなるんだよ。俺が親切で、まあこの子だったらいいから渡そうとしたけど、ちょっと、合言葉言わないともらえないよ。あの子が報われないだろ、やっぱり。ルールだから、今回は。別にまあ写真頼まれて撮る分にはいいけども。で、そのいつらがなんかシールをちょっと物欲しそうにしてたから、これは、なんかね、まあなんかね、え、このままね、このまま肩でリズム取るのが帰ってきた、この。はい、どうした？はい。もらえないから。この動きが不自然じゃなかったと言わんばかりに。いつもの俺です、みたいな。やめた方がいいよ、と思いながら。やっぱ、この日はね、普段別に街で声かけてさ、若い人にも知ってもらってる分にはいいんだけどさ、今日ばっかしはね。だから、その後もさ、ちょくちょくいたのよ、だから。なんか、都築さんですよね。はい。で、どっちだろう、みたいな。写真撮ってもらっていいですか。まあ、これに来たらもう違う。正直。ね、写真撮って。僕も服好きなんすよ、みたいな。いや、今日はもう、服好きな俺とかさ、服好きは違う、今日はもう。関係ないから、今日は服好きなのとか。全然嬉しくない。服好きとか言われても、そう、リスナーなわけないんだよ、服好きなやつが。見てください、これ。アップルのヘッドホン、僕、色違いなんですよ。リスナーなわけないから。ヘッドホンに7万とか8万とか、使うわけないんだから、リスナーが。全然違う。え、この後、ちょっと古着屋探してて、なんかこの辺でいい古着あります。リスナーわけない。渋谷でいい古着屋とか気になって探すわけないんだから。今日俺がやってる目的とはちょっと、こう、客層が違ったというかね。まあ、そういう人は求めてる時もあるよ。もちろん、ブランドをね、立ち上げたりとかもしたしさ。それのポップアップのイベントとかいいんだよ、そういう人が。そう。リスナーは、その、番組イベントの、そのグッズとかしか聞いてない、来てないから。そう。346の帽子とか、バって書いてある帽子とか、そう、リトルトゥースとか、リストバンドつけてんだから。全然わけが違う。お前、な、まあな、嬉しい時もあるけど、今日はちょっと、まあリスナーに寄り添いたい日だしね。とか、なんとか言って、
ってるうちに、これこれ。で、なんかちょっと配ってて、まあもうそろそろどうしようかなとか思ってたら、その列を作って待ってた時の女の子が、戻ってきて、ま、でもさっき渡して写真戻ってんだよ。で、え、どうしたのと思ったら、友達に早速普及してきましたっつって。もうすごいよ。もうすごい。もうそのまんま普及しますねって言った足で、本当に友達呼んで普及したんだって。今だったら、その、通気桜橋919って番組あって、なんかステッカーもらえるよって言って、来なよって友達呼んで、聞かせるために連れてきたの。で、だからその子は、まあ、僕のことは知ってくれてる。四千頭身は好きで見てくれてる。だから、ラジオやってるのは知らなかった。でも、まあ好きな四千頭身続きから、ステッカーもらえると思って来たの。じゃあステッカーをみたいな感じで来たんだけど、友達が、ダメだよ、合言葉言わないと。これ、最初一人目だと違う人だよ。一人目だと違う。でも女性って正義がすごいぞ、これ。ダメだよ。でも、その子は、ステッカーがもらえるから来てんのよ。別に合言葉を言えと言われてないわけ。そう。仕上がってるね。やっぱ共感のやっぱ教育聞いてんのよ。仕上がってる下が。で、あ、みたいな。え、どれかなみたいな。これ言わないと、みたいな。で、まあまあ、だからその、合言葉を教えてあげて、それを言えば、あ、もらえるんだ、みたいな。そこまでしてはいらんと思うんだよね、その子も。あ、で、なんか、知らないから、あ、まあ、もう追いながら、なんだ、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ、みたいな。一回、まあ、もうこれで一回読んだ、まあ、クエスチョンマークでも。一回読んだことなってるし、渡そうかな、みたいな。あ、ありがとうございます。え、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ。もう一回確認して何のことか分かんないから。この人はさ、どの曲の、どんな時間帯のどんなレベルか分かってないから、全部。何にも把握してない。このステッカーが地方局の深夜ラジオってレベルじゃないってこと？そのどっちの意味で？これはすごい、エビのレベルなわけないってこと？みたいな、その。いや、そうでね。ぜひ、まあ、ぜひ聞いてくださいと。僕からしたらね、でも、友達としては、普及活動みたいなことでさ、ありがとうございます、鈴木さん、みたいな。友達にくれてありがとうございます、みたいな。じゃあ行こうとか言って、背中向いて帰ってきながら、絶対聞いたよね、とか言って、女の子は。いや、すげえな、いや、心出したっけえな、と思って。で、渋谷でちょくちょく配ってるうちに、まあなんか、いわゆるちょっと服好き系の子とかから声かけられたりすることがちょくちょく増えてきて、ああ、まあまあまあ、なんか渋谷で募って、来る限界はなんとなく来たかなみたいな。ちょっと場所一旦変えてみるかと。で、まあ、なんか、いろいろ、なんかツイッター見てたら、あ、何人くらいか。15人とか行ったかな。あの、結構配ったぞ、やっぱり。で、130ぐらいあるまだ。130だぞ。減ってた。俺今まで、なんかやってた俺この1時間、1時間ちょっといた。1時間ちょっと、なんかやってた。そう、結構頑張ったの。いやなんか、結構配ったな、天気も悪い中俺やったな、みたいな。よーしってバック見て、タバ見た瞬間、俺やってた今まで。本当にもらった人いるこれ。こんなタバ残ってるけど。まだちょっと配、もうちょい配りたいな、さすがに減らしてな、とって。で、なんか、ツイッターどうな、なんかまあ、中には何時ぐらいまでいますかとかさ、来てたりとかして渋谷にね、ああそっか、まあなんか仕事終わってから来る人とかもいんのかなみたいな。でちょっと見てたの。そしたらなんか、上野に来てくださいとか、浅草にいます、浅草なら取りに行けますみたいな。いやお前が来いやと。いやお前、それはお前が来いや。それは君子はな、普通に舐めんじゃねえよ。いやいや、それはこっちが、それは好意で配りますと言ってるよ。言ってるよ。みんなのパシリになりますと言ってねえからさ。そこはなんか違うでしょ、別に。ねえ、その、で、いや、大阪ならわかるわ。まだ。いや、ぜひ大阪来てください。まあ、大阪行くかーとかなるじゃん。まだね。時間的にも夕方だったし。上野浅草なんてさ、山手線、銀座線で各一本で来れんだよ。来いや、お前らが。おかしいだろ。そう、ルールを決めんな。こっちで。そんななんか、なんか言ったら手前来てもらえると思ったら大間違いだからな。俺がやりたいようにやるんだよ。あくまでも。変わんねよ、そこ。まあ、とは、ね、思って、まあ、いやな、めんどくせえな、とか思って。ただまあ、じゃあ次どこ行こうかなと思ったんだけど、まあ、新宿とか行っても人は多いけど、なんか場所の雰囲気というか、その、なんかアクセスの良さとか、なんか変わんないなと思って、
で、まあ、梅田に行ってヨドバシだけ寄って帰ってくるとかってトークをしたりもしたからさ、まあ、ヨドバシってちょっとあるわと、何ヶ月か前から少しこうヨドバシさんお願いしますなんて言ってて、うちのラジオの文脈として残ってるものがあると。まあ、じゃあ関係地もあるから、じゃあ秋葉原の駅前のヨドバシに、関係地あるから俺ヨドバシと一方的にやよ。いや全然寄り添ってくれないと、だって仕方ないじゃんもう俺だけでも友達だと思わないとちょ苦しくなっちゃうからないよ、関係ない俺だけでもヨドバシと手つないでると思わないと苦しくなっちゃうから、心がそろそろこんなに名前出してんのに向こうから反応が全然ないんだもん。なら、まあまあまあ一応ね、こうまあまあ一応こう番組に関係ある場所で待ってることもいいなと思ったから、秋葉のヨドバシ近く、まあお店の邪魔になんないところ、まあ駅前だったらいいかなと思って、駅前で待ってますみたいな言ったら、まあそこもだから結局発信してから移動までのラグを考えたら20分ぐらい待つかなと思って、またまあそこはちょっと気長に待つかと思ったら、ついて5分ぐらいで、あのすいませんって声かけられて、秋葉原ついて5分どっちだと思って、はい、四千頭身続きさんですよね、あそうです、ここの次の言葉がで変わってくるわけよ、じゃ写真撮ってくださいと多分違うしと思ったら、まあ、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞみたいな、おーマジですかと、早いですね、5分ぐらい本当にあっという間に早いですねつって、いやたまたまなんか近くにいて、なんかこの辺に行ったんですって、でなんか場所を移動するっていうツイートはしてたから、場所移動しようかなと言ってたから、なんか移動先が分かってから僕も動こうかなと思ったら、みたいな写真見たらこの辺だったんでみたいな、すぐ来れました、ありがとうございます、嬉しい限りです。でまたその後も、まあその後もちょっと待つかと思ったら、すぐそれまた次5分ぐらいで女性の人が、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞと、おお早いですね、で途中この辺が職場でみたいな、ちょっと外出してきますみたいな一言言って抜けてきましたみたいな、仕事中に、えわざわざ仕事中に、いやダメだろいや仕事しろよお前、ダメだダメ、責任取れないから、え何サボってたのってバレた時に、いやちょっと四千頭身都築さんが俺を理由にされたって、いやいや責任取れないから、だってダメだよ勝手なことしちゃみんなルールは守ってよ、社会の。そう思っちゃってるから。なんか俺を理由にすれば許されるってわけでもないだろうしさ。いやいやいや、それはダメでしょ、そう。うちの鉄の掟、職場、学校のルール優先。一応ね、社会には適合してない。その下にあるから。俺らは、そう。だから職場だったり学校っていう社会だな。この下にある存在が俺たちは。カーストで言ったら、やっぱりその上には逆らえないのよ。このルールの上に立つことは俺たちはできないから、この上に勝手に立たせられても困んのよ、こっちの番組を。まあ、それらもらってきて、まあ言ってくれた手前も渡すし、いや、すぐ仕事戻った方がいいですよ、なんつってさ。で、また、その後も、割と、秋葉原結構ね、店舗声かけてくる人多くて、で、また、すいません、つって、地方局の CM ラジオテレビじゃねえぞ、ああいう言葉言ってくれて、ありがとうございます、渡します。で、まあ、結構秋葉原ポンポンポンと来るからさ、こっちも気分いいしさ、まあちょっとぜひね、まあ僕、で、まあその人は聞いてくれてたから、ちょっとぜひ、まあヨドバシも夜だけでも楽しんで寄ってってくださいよ、みたいな。ちょっとこう、サービストークとしてやったらさ、いや、それが僕ちょうど、みたいな。お、ちょうど、そう、ちょうど、いや、言ってってくださいよ。僕ちょうどこの後、ビッグカメラで時計買う予定があるんですよ。ヨドバシよりや、ちょうどってなんだよ。ちょうどってなんだよ。いや、電気屋っていうくくり。ね、いや、俺のラジオ聞いてたら、電気屋っていうよりヨドバシでくくってるじゃん。いや、まあ、いいんだよ。ビッグカメラが別に悪いとかでいいとこなんだけどさ、そう、ちょうどって言われたらさ、で、ヨドバシに用があると思うじゃん。で、まあ、そうですね、まあまあ、じゃあいいですけど、とかって言いながらさ、で、また、こう、合言葉言ってきてくれた人がいて、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ、みたいな。で、ありがとうございます。で、じゃあラジオ、ステッカー渡しますね、みたいな。あ、ちょっと待ってください、みたいな。ちょっとせっかくなのでいいですか、僕からも、みたいな。僕からも？なんかゴソゴソバッグの中いじり始めたわけ。え、なんか、俺、そんななんかノルマみたいな貸したっけ？なんか僕からリスナーにお願いとかしたつもりねえし、なんかもらうみたいな約束あったかな、みたいな。そう、来てくれるだけで嬉しいのよ。で、俺もそう、この番組のリスナーと生で触れ合う機会は、まあ、言ったらこの勝手なね、行動の中でしか今生まれてないから、それだけで嬉しいわけよ。十分なの。ちょっと待ってください。僕からも。
え、何にわざわざって、だったらなんかちょっとしたファイルみたいな、ちっちゃいファイルみたいな、シール帳みたいなの取り出してさ、なんか見ると多分、ペラペラペラみたいな、シール帳、指、こう、指伸びて、ペラ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 みたいな、めくってくる。お、なんか出てきたみたいな。これがなんか、ラジオステッカーみたいな、多分ね、コレクションしてるのがいっぱい入ってる。マニア。ラジオステッカーマニアだ、みたいな。で、あ、こん中の一枚になれんのかな、みたいな。嬉しいよね。その、はがき職人。ラジオリスナーの中の、こうなんか認められた感？その、ラジオマニアの。いや、結構ありましたよ。パッと見るだけなんか見慣れたステッカーもあればなんか知らない。多分ステッカーいっぱいあったから、もしかしたら音楽系もあるかもしんない。でもなんか、ラジオステッカーとかもあって。じゃあ、ちょっとせっかくなんで。で、もうすぐ、ペペペペペペ。まあ、どれにし、これかなみたいな。で、そう、くれんの。抜き取ってくれるわけ。で、抜き取ろうとして交換しましょうとか言って。え？交換してくれ、ブロマイドみたいな感じで。え、いいんですかみたいな。じゃあ僕らはこれ、もう僕はこれしかないからね。鈴木桜橋渡ります。ありがとうございます。じゃあこれをあった場所に入れますね。で、僕の方からこれをつって、パッて出てきたら、オードリーのオールナイトニッポン、イン東京ドームのステッカー。え、釣り合ってる？え、釣り合ってる？オードリーのオールナイトニッポンですら釣り合ってないのに。イン東京ドームって釣り合ってる？え、今話題の、今多分ラジオステッカーある、最も価値があるステッカー。え、いいの？そんななんか、なんか読まれたら読まれた分だけもらえるみたいなことじゃないでしょ、これって。入手手段も限られてんじゃないの？そう。今そう、東京ドーム埋めるためにって言ってさ、番組でいろいろ配ったりしてるけどさ、じゃあメール送れた前日何とかじゃないじゃん。なんか条件があんのよ。だから、もう、もらって、いや、君の方でも、いや、いいんです、いいんです。もうせっかくなんで、もう鈴木さん、で、なんか、鈴木さんもラジオ好きで聞いてるじゃないですか。まあ俺も聞いてる。確かにラジオよく聞くよと。でも、せっかく、釣り合ってる。それなんか、レア、俺ノーマルカード渡して、なんかそっちブルーアイズのレアカード渡してないみたいな。俺、お邪魔グリーンだよって。俺だそう、サンドリのエンジェルクラスだよ。今。あれは。しかも、なんつうんだろう。まあ、これは多分特別なことがない限りデザインって変わんないじゃん、桜星。あれはともう、期間限定この時期にしか出回んないじゃん、イン東京ドームは。いいの？もらっていいのみたいな。はい、でもぜひ、で、聞いてますもんね、みたいな。いや、まあ、確かに聞いてると。で、まあ、実際今日朝向かっていく途中から、俺、土曜日だったから、その一週間前のオードリーさんのタイムリーで聞いてたわけよ。いや、実際今聞いてたから、いや、嬉しいよと。鈴木さんぜひ、一緒に東京ドーム行きましょう。お前何なの総じて。お前総じて何なのレアリティも分かってなければ、オードリーのオールナイトニッポンの何なのお前。いや、行きたいけどさ。まあ、嬉しいわ。本人からもらいたいなとは思ってた手前。でも、ね、そう、そう、こっちは本人が渡してんだよ。俺なんか本人から受け取られ、そのリスナーから別物に、なんかもらってんの、ステッカー。え？って。別の路線から。まあでも、いや、嬉しいよね。まあこれが手に入らないよりはさ、格の違いがもう、番組の格の違いなんか見せつけられたわ。俺は本人が配ってんだよ。あっちのオードリーさんの方はやっぱり本人が配らずともリスナーが宣伝活動してくれてんのよ。いやー、まあ、これをきっかけにね、オードリーさんと会った時にそんな話ができるかもしんないし、まあもうこっちとしてはまあ、損したことはない。ありがとう、嬉しいよ、なんて言ってさ。で、またこう声かけてくれた子がいて、なんか、すいません、みたいな。あ、四千都市の鈴木さんですよね、みたいな。はい、みたいな。ツイッター見てきました、みたいな。ステッカーください、とか言って。おー、あー、そうか、ツイッター見てくれて、ありがとうね。渡そうと思ったんだけど、ルールが違うと。やっぱりこれは今、やっぱその、だいぶ、だってじゃないと、これでツイッター見てきましたとかで、まあ、合言葉をなしに渡せちゃうんだったら、渋谷にいた、生きる大学生みたいな、へーへーへーみたいな肩揺らしてるやつにも、渡すチャンスあったわけで、やっぱあいつに渡さなかったり、まあ、番組を知らない女の子のね、そう友達が恥ずかしなりがいを言ってくれたりとかあったから、これはダメだと。これは、ちゃんと合言葉を言ってくださいって言った。やっぱりね。俺はその人に。渋谷では言わなかったのに。え、渋谷では言わない。いや、それは、渋谷って関係ないもん。もっと、へいへいへいみたいな。へい兄ちゃん何かやってんでしょみたいな。こういうのも全く関係ないんだ。なんか、かといらしてたけど、それは、ツイッター見たんですけど、え、これってどうやったらもらえるんですかとか、向こうが、ツイッターに触れてきてたら、ヒントは出してあげる。だからこの人はツイッターを見てきてる。ステッカーが欲しいってのは分かってるから、じゃあ、これはもうみんなに同じルールでやってるので、ちゃんと合言葉を言ってくださいって言った。あ、なるほど。あ、合言葉。そうか、そうか、みたいな。で、みたいな。調べた間に、まあ、まあ、その、まあ、つなぎってたんだけど、まあ、ちゃんと言ってくださいよ、みたいな。探してくれた間ね。まあ、無言も気まずいから。はい、わかりました。あ、見つけました、みたいな。これですよね、つって。います、とか言って。
まあなんか息をの、まあわざわざとか、これはもう改めてだからその人も言いますみたいな、息を飲んで、でこっからはその人が言ったまんまでちょっと再現させてもらうんだけど、俺がちゃんと言ってください、わかりました、言います。こっからその人本人ね、リスナーさんです。地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ。いや、言い過ぎ。ちょっと一回静かにしてもらって、静かにしてもらって、秋葉原今土曜日人多いんでちょっと待ってください。言いましたけど、突っ込みすぎ。そんなにちゃんと突っ込んでほしいわけね。肩でリズムというか、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ。突っ込みすぎ、突っ込みすぎ。静かにしてください。ちょっと待ってください。恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。まだそんなに誇れるイベントとしてやってないから、これ。ごめんなさい。もし言えたんで、こっそり渡して、帰ってください。帰ってください。で、渡して。で、ならもう、そうなる、秋葉原も結構渡せてさ。で、またなんか、ニヤ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 、近づいてきてさ、ステッカーください、みたいな。なんか、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ、みたいな、ヘラヘラしながら言ってきた子がいてさ、男の子ね、男性で。で、パッて見たら、友達なのよ。ええー、ツイッターだからね、普通に。うわ、マジかよ、つって。だから友達だからなんかちょっとヘラヘラしながら近寄ってきてくれるみたいな感じでさ。で、俺もう壁にさ、もたれかかって腕にこう顔埋めて、うわーみたいな。なんだよお前みたいな。え、何やってんのみたいな。いや、ツイッター見てきました。みたいな。ツイッター、え、なんでたまたまみたいな。いや、たまたまっすよ。みたいな。で、なんかたまたまこの辺いたんで、いや、なんかそのいいわ、なんか敬語のノリとか、なんか友達だと会うじゃん、こういうとか、そういう時に会った時のさ、いや、ほら、もうテレビに出てる方じゃないですか、みたいな、友達なのに、なんか敬語ノリみたいな、いや、もうなんかそういうのめんどくさい、いいわ、いいわ、みたいな、ちょっと写真撮ってくださいよ、みたいな、写真撮ってくださいよ、いや、別になんか皆まで頼まれなくても、今度なんか飯でも行った時に撮るし、まあまあ、わざわざ来てくれたからね、いいけど、とか言って、いや、マジっすか、なんか大変っすね、みたいな。いや、大変も何もなんか、結婚式嫌いだなとか、結婚式行ったんだけど、そいつの。久しぶりだなみたいな。何してんのこんなとこで、みたいな。いや、たまたまっすよ、みたいな。で、写真開いてる間ね。で、写真開いててさ、写真を開いてくれたのを見てて、で、写真開いたんだけど、写真開いた手が震えてんのよ。いや、ちょっと緊張するなとか言って。お前大丈夫かな、お前写真撮るって震えてるけど、お前、俺が会わないでなんかやっちゃってる、お前なんかきつくね、お前大丈夫、俺関わっていい人間か、おい大丈夫かって顔見たら、全く知らない人だったの、ね、え、全く知らない人だぞって、全く知らない人に、いや、友達と顔がうり二つでめちゃくちゃ似てるだけで全然違う人だろ、そいつに、お前マジかよとか言ってそしたらガチだわ、でもむっちゃ似てんだよ、もうほくろの位置とか口の上にほくろがあって顔が結構整ってかっこいいので、小顔でなんかシュッとしててパーマの感じとか髪の分け目とかめっちゃ似てるから、来ても友達としか思ってないから、お前こんなとこで何やってんだよとか、いや、ツイッター見てきたんですよ、ツイッター見てバカ言うんじゃねえよみたいな、バカ言うな、はいみたいな、全然知らない人、はずーみたいな、そう、いや今度飯行く時とかでいいよみたいな、え、飯行ってくれるんですかそいつからしたら、じゃあ何ちのきさんってそんなにみんな仲良くするんですか、先頭身の続きろきの桜橋919、はい、この時間は先頭身の続きろきがお送りしております。いや、メールですね、ラジオネームマーホーナス、続きさんこんばんは、先ほどステッカーをもらいに行った際に山添桜橋をよく聞いていて、今三四郎オールナイトニッポン聞いてますと言ったものです。お前かこいつだなこいつのことだな、ステッカーをもらいスクランブル交差点を渡った瞬間に、なんであんなこと言ったんだと後悔しました。昔から変に上がると言わなくてもいいことを言ってしまい、後悔することを幾度となくしてきました。いっぱいコミュニケーションを取って勉強します。今週からちゃんと毎週聞くので、ご無礼お許しください。今更遅い、お前が反省したの関係ない、一度のミスでうちは終わりなんだ。お前よくぼかしにかけてるからなそれ何だこれ、何だこんなのあったっけスネープってこんなのあったっけなんかイメージあるんだよ、本当に蹴るときはスネープ、いいかお前のことぐんぼかしにかけてるからな。軍法って軍法会議って何がされてんの、魔法学校なんだよ魔法学校で生徒を軍法会議に隠れ、職員会議だから隠れてもスネイプ先生だからどことくっついてこうなってるか分かってないんだよこれ。やっぱちょっと上がっちゃ反省してんのか、
だからまあやっちゃったと思ったんだな。性格的な、そういっぱいコミュニケーション取って人と上がらないこの体質をもう作っていくしかないんだよこれは。そう、聞いてるリスナーも気をつけろよな。全然怒ってないけどね本当に。いや、いいんだけど、いや、もちろん言われた言葉に対してなんで言ってくんだろうなみたいな気にはなるから、こっちもわざ、まあ、言わなくても。だから俺らはさ、下手だなみたいな俺らやっぱ一応コミュニケーション仕事としなきゃいけないからさ、なんか下手くそなコミュニケーションだなと思うけど、まあまあまあ失敗に気づけただけな。なら俺のトークを聞いてじゃなくてすぐに気づけたからな。そう、自分のためにね、魔法なんす、自分のために。それこそあかねさん、それこそ三四郎さんとかさ、山添さんに会った時にもう同じこと思われたくないだろっていうことよ。まあすぐに気づけたからな。まだまだこう見込みはあるわ、そこの成長のというか、直せると思うよ。ラジオネーム3体が、オードリーの東京ドームライブのステッカーは4万5000枚配ったそうです。一方、鈴木桜橋は150枚。枚数を価値に置き換えたら、鈴木桜橋のステッカーの方が価値があると言えますか？あ、確か言えるわけねえだろ、そんなわけねえだろ、お前。4万5千枚配れたっていう価値なんだよ。すごいな。東京ドームライブ、東京ドームって何人だっけ？でも超えてる？ 2 万人とか？これ多分、ま、ステッカー枚数は超えてるよね。4万とかでしょ？だから、あ、何枚、その枚数配ったの？鈴木記録の桜橋一号じゃないよ。はい、四千頭身の鈴木ひろきです。メールですかね。あ、ありがとうございます。ラジオネーム、最初はグーテンモルゲン。月曜桜橋担当の鎌田さんが、今週の放送で鈴木さんのステッカー配りについて反応していました。なるほど、アイドルの私にはできないなと言いつつも、渋谷や秋葉原でチヤホヤされる鈴木さんを羨ましそうに見ていたみたいです。鈴木さん、もし月曜日にもステッカーができた時には、代わりに街中で配ってあげてもいいんじゃないでしょうか？いやいやいや、意味ないだろ。意味ないでしょ。嬉しくないだろ。月曜リスナーはだって俺からもらってよ。それで月曜リスナーはさ、鎌田さんからもらいたいだろ。なんで俺が月曜リスナーのために貼ったの？そう、覚悟足りないね。全然捧げる覚悟が、いやいやいや、アイドルの私にはじゃないんだよ。いやいや、できるよ別に。街に出て配ればいいんだよ。いや、覚悟がないよやっぱり。度胸、肝がまだ座っちゃないよ鎌田さん。アマちゃんなれまだまだね。やっぱそのアイドルが、アイドルの方がね、それこそ秋葉原だけど大変なことになるよ。大変だけども、大変だと思いつつ足を踏み込めれるか踏み込めれないかだから、そうそう、素直にやりたくないって言えよ私にはできないな、やりたくないなって素直に言えよ。そう、やりたくないんだよ、わざわざ。休みの日なんだよこっちだって休みの日をこんなステッカー配りますって使いたくないんだよ、忙しい中。深夜ラジオとかも生放送でやってさ、でわざわざやった休みは、で劇場公演とか普段から忙しいよ、ふうやって休みができた、ステッカー配りたくないなってなるんだよ普通は。やっぱみんなそう、面倒いなって言えよ、言い訳すんだよアイドルの私にはみたいな、職業盾に使って言い訳すんだよいや、渋谷や秋葉原でチェホヤされる鈴木さんを羨ましそうにじゃないんだよ、覚悟が違うんだよこっちはなめんなよあんま違うんだよやっぱ死に物狂いなんだよこっちだって、藁にもすがる思いでやってんだよ状況が違うから。そう、お前を憲法会議にかけてやるから仲間だ次なんか舐めた口をやってみろ、お前を向こうを憲法会議にかけてやるからな。もうダメ、呼吸が息継ぎができない、お前はもう鎌田の息が効いてる、お前を憲法会議にかけてやるからな。息吸えよこんなこと多分なかったから、スネイプがやっと思えないと思うんだよね、スネイプ自身言葉出てこない、スネイプいいかお前な、ギュウに見てろ、お前のことが抜かしてるからな感情だけよ、あの冷静で、え何スネイプ何スネイプ、お前まためちゃくちゃ聞いてるな、高齢者ってみろ、お前まだ言ってやるな言葉で冷静に詰めるのがスネイプだから頭の回転が止まったらスネイプの良さが、何言われ何言われたの、分かった分かった分かったから、なんだっけ
あ、ね、な、あれか、友達、あ、メールがある、メールがあるのね。かまたね、かまた頑張れって話ね。ラジオネーム、ありったけのピロシキ。鈴木さん、我々、ロブスターズの合言葉、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞを言わずにステッカーをもらおうとすることを、三つ両と呼んでます。いいじゃない。どうかこれからロブスターズのふりをしてステッカーをもらおうとする通称カニどもに気をつけてステッカー配布お願いします。なるほどな。だから合言葉なしでもらってし、もらえ、手に入れたやつだから、それこそ、転売、手を出してしまったやつ、こいつらはもう密漁です。で、ロブスターズのふりをして、聞いてる顔して全然聞いてないロブスターズだっつってもらおうとする、こいつらはカニです。カニ行為。どういうことなんだよ。そんなに人気じゃねえから。そう、 J リーグのスランクみたいに野球とか。そんなに仕上がってないから、まだみんなの中で一致団結してこういう人たちを作っていこうとかっていうほど固く見てないから、まだ早いよ。悪くないけどね、大きくなった時には、まあそうだな、改めてこれを声を大にして言ってな、ちゃんとした正式なロブスターズだけがこう純度の高いものになるようにね。密漁もカニもよく、カニも良くないですからね、カニ行為は。ラジオネーム、メガロドン。友達が、鈴木さんのステッカーをもらいに、秋葉原に行ったようです。あ、話、そいつじゃなくて、そいつの友達がメールくれたんだ、今。なるほど。その際、鈴木さんに合言葉の、ハッシュタグ、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ、言ったら、おめでとうございますって言われたんだけど、普通、ありがとうございますじゃねって言ってました。僕はそれが信じられません。おう、だって、なるほど。否定的な方か。うん、そうだよな。僕たちリスナーからすれば、楽しい仕掛けを提供してもらっているのに、それに言ってあげたという認識を僕は怖いです。お前仕上がってんな。ありがとう。え？これだから、友達が、鈴木さんのステッカーをもらいに秋葉原に行ってるんです。だから、こいつではないな。こいつは友達が来たと。その際、鈴木さんに合言葉の、ハッシュタグ、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ、を言ったら、おめでとうございます。俺からね、おめでとうございますって言われたんだけど、普通、ありがとうございますじゃねって言ってました。そいつがね、もらいに行ったそいつが。僕は、メールをくれたメガロドンは、それが信じられません。僕たちリスナーからすれば、楽しい仕掛けを提供してもらっているのに、それに言ってあげたという認識が、僕は怖いです。友達に怒ってんだな、こいつは。だから、アンチ友達ね、今。友達での否定的な意見な。ありがとうございますは、本来こっちが言うべき、だからリスナー側がね、本来こっちが言うべきセリフなのにもかかわらず、そいつは、鈴木さんに突っ込んでやったという報告をしてきました。はあ、なるほど。そういう痛いリスナーが耐えられない僕は、次の月曜日から、そいつと一緒に学食を食べるのをやめました。お前も痛いよ。お前が一番痛いよ。今のところ。鈴木さん、なんで、あんたはいつも痛いやつから舐められるんだ。まずお前が取りに来い。まずこのメールを読むにお前がまず来てない。お前がまず秋葉原に来てない。まあ言ってることはまあ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 、でもよくわかってるな。考えてることは間違っちゃない。そうなんだ。いや、だからだって俺は別にさ、もうここに現在地情報を送ってるわけじゃないからね。駅周辺のこの辺ですだけを言ってるから、まあで、あとなんだろう、何日もとか何時間もいるわけじゃないから、時間内にまあ来れない人もいるわけだ。来れた中で獲得できましたね、おめでとうございますってことを言ったわけだから、別にそんなに間違ったことは言ってないと思うんだよね。で、ありがとうございますって受け取ることが、そう。そう。え、ありがとうじゃん、お前。リスナー側から。マクロの友達リスナーからしたら、おめでとうございますって俺が渡した。待て、お前、ありがとうじゃねって。お前、行かれか、お前。おい、秋葉原の駅前で、お前、行かれてんのか、お前。いないから、秋葉原に声張り上げるチンピラとかびっくりする、周りの人。ゼルダの発売日当日かなんかで盛り上がってんのに、お前、行かれてんのか。だよ、そう。なんで俺がありがとうって言うしかねえんだよ。酔っ払いの喧嘩じゃないんだからさ。いや、ほんとそうよね。こう、仲良くしてよ。それはまたさ。まあでも、まあ仲良くしてあげてよ。それまた、なんかこういう機会があったらメガロドンもそれ来てさ、一緒にさ。その時はまたなんか、その、まあ僕のラジオを共通で聞ける友達が同じ番組を聞いてるリスナーなんてこと、周りでそうそうあることじゃないんだから、それは仲良くしてほしいよ。ここはまあせっかくだからさ。
言ってることは間違ってないけどね、大人になってあげてよ。そう、メール以外でパーソナリティ生きるリスナーはもう全員思んない。うん。そう、メールだからこっちはなんかそのなんだろう、こうプロレス取れるというかさ、ね、お互いこうコミュニケーションとして成立して選んでるしね。うん。そのなんかなんだろう、生きりとしてなんかこうパーソナリティ舐めたそのタイミングとかさ、こっちのミスの度合いとかさ、やってることに対して選んでるからさ、こっちを選抜してんだよね。だからそのなんだろう、もうこっちでノーチョイスで来られると、いやそれは違うじゃんっていうさ。うん、いや違う違う違うっていう、そう、いろんなプロレスがある中で成立するプロレスをさ、プロたちが選んでるから、こっちもそれをこのね、プロが選んだものを俺もこうリアクションで受け身取れるというかさ、メール以外でパーソナリティを舐めるのはもう全然思んない。そうで、意味ないんだもん、メールじゃないここでそのなんか舐めてかかってこられても、なんで俺舐めてかかるだけいけないんだよ。リスナー喜ばしたいなと思ってさ、俺だってそう配りにその休みの日使ってさ行ってさ、なんか舐めてかかってさ、なんだお前ありがとうじゃねえのとか、な、何舐めてんだお前。ね、そうですよ、やっぱそこはだから、その切り替えがないとね、お互いウィンウィンな関係になれませんから。だから、うん、だから秋葉原ね、あ、秋葉原だよ、そうだから秋葉原だよ、そう秋葉原で友達だと思ってるとか全然知らない人だったっていう、異常な展開で終わってるから。いや、もうね、ほんと、まあだから本当にその友達、俺しか、なんかなんだろうな、芸能人の誰々とかだったら分かりやすいんだけどさ、本当にただの友達だのが申し訳ないんだけどね、俺しか顔が浮かんでないから。マジで似ててさ、本当に途中まで気づかなかったわけ。で、手が震えるなとか、最後の帰ってく挙動まで込みで、よし、違う人だったと思ったよ。だから、もう会ったところから、その、なんか、ヘラヘラも、なんか多分、その人がずっと緊張してたんだよね。とはいえ、なんか自分の緊張をやらげるために少しでも笑顔でだと思うのよ。だから、すいません、鈴木さん、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ、とかって言って、ね、自分の中で多分、その手、写真で手が震えるぐらいから勇気出して言ってくれたと思うの。そしたら、え？お前、マジかよみたいな。そんなにみたいな、そいつからした。ま、え、僕一人目ですかみたいな。そう。フランク、え、鈴木さんってすっごいフランクみたいな。それフランクだ、俺友達だと思ってんの。マジか、友達みたいな。心の中では。え？で、え、何やってんのこんなとこでみたいな。え、よ、ツイッター見て。来ましたみたいな。それ以外ないよね、その顔したら。はぁみたいな。マジ、え、な、たまたまみたいな。いや、たまたまっていうか、たまたまっていうか、それは発信されてたんで、うわ、マジ、なん、別になんか、そ、心、LINE でもいいのにな、みたいな。いや、知らないですけど、みたいな、そんな人からしたら。で、そう、え、なんか、え、やってる、どう、なんですかみたいな。なんか、え、このやってるんですね。やってるよ、なんだ、びっくりしたみたいな。びっくりしたっていうか。そう、いたら声かけてくださいねって言ってんのは、そっちなんだよ。そう、ずっと戸惑って、え、はい。ああ、みたいな、その人も。で、手振れて、写真撮っていいですか？手振れて、お前、や、お前何に手振れて、やっば、お前。そう、リスナーからしたら、ダメだ、早く写真撮って逃げないと。放送聞いて変な人だと思ってたけど、リアルで会うとそれ以上とは。そのリスナーからしたら、早く撮って逃げないとって、お前何振れてんだ、ちょっと顔見してみたら、怖い、怖い、怖い。で、顔見たら、やべ、違う人だ。お互い緊張して、あ、ごめんなさい。じゃあちょっと写真だけ撮りましょうか、みたいな。え、急になんか、ローだ、みたいな。急にローだな、この人、みたいな。で、行きます。で、撮ります、みたいな。で、その人が自撮り撮ってくれて、あ、じゃあありがとうございました。で、見たら、あ、すいません、ありがとうございました。また今後も聞いてください、みたいな。え、なんで急に赤入りがそっけないんだ、この人。俺なんかした、その人が言った。俺なんかしたかな、みたいな。あ、はい、みたいな。なんか歯切れ悪く帰ってて、あれみたいな。ちょっと、あれみたいな顔して帰ってたけど、それそうで。いやいや、ドキドキした、あれ。俺も俺でびっくりしちゃったからさ。いや、はっつーみたいな。もう超オーバー。その人に対してだけ、えぐいオーバーだったわけよ。たぶんもし今リアルタイムで聞いてたら、僕じゃないかなって思うぎるぐらい明らかにオーバーだったから、いやー、みたいな。ちょっともう、なんか気づかれしちゃってっていうかさ、もう混乱しちゃってさ、いや、一旦ちょっと秋葉原離れて、冷静になりたいな、みたいな。冷静になりたいと思ってんだけど、まあそうだね。もう、この段階から、まあ俺の中で、もうパニック状態で、オート入っちゃってんだよ。
王とってのは、なんか、前に進まなきゃいけないのに後ろに下がっちゃうみたいなことなんだけど、その、行動とか、なんかもう、その、なんか、異常状態。うん、なんか、そう、ゾーンに入ってるとかは違う。そう。思うがままに。自分が思うがままに、感じるがまま。何も考えずに、ただ体が動く方向に向かっていく。考えずに行動。これが、プライベートオートって俺の新しいスイッチなんだけど、この、プライベートオートがかかって、まあ、ツイッターを見てくれた人はわかんないけど、俺、もう、東北新幹線乗ってんのよ。この時。俺もう、乗ってんのよ、東北新幹線に。ね？で、もう、なんか、俺時間とか調べてないんだけど、もうオート入っちゃってわけわかんなくなって、急がなきゃっつって、もう、時間制限もない。俺走って新幹線乗りに行ってたからね。別に。関係ないよ、別に。で、この後夜、仙台に着いてんだけど、気づいたらね、東北新幹線で、なんか夜仕事があって待ち合わせとかもないよ。でも急いでんの、東北新幹線も。で、なんか自由席券を買ってさ、うん、オートはとりあえず自由席券を買うのよ。あの、だから、そのシティ席はやっぱり、その選んでるから。選んでるよもない。そう、オートだから、ま、そう、自由フリーダムだから俺今。来たやつに乗るの。でも、急いで、なぜかかね、急いで乗って。なんで急いでるかかんないオートなんだもん。体が動いてるんだよ、勝手に。で、もう乗り込んでさ、はやぶさ。言ったら乗って。そう。で、東北新幹線乗ってんのよ。上に向かってるわけ。普通は、ま、大阪だと思うんだけど、なんで大阪行かなかったんだろうな。大田のか分かんないんだよね。だから東北向かってんの、俺。大阪の番組だから。配るために。配るためにだと思うんだよね。その時の俺は。急いで仙台、東北で配んなきゃと思ってる。急いで東北で配んないと大変なことになる。はぁ、みたいな。で、はやぶさは、これがね、自由席がないのよ。そう。自由席。でも、乗ってはないの。で、だから、で、そこで気づくわけ。はやぶさは自由席がない。乗っちゃった。で、指定席に、でも、空いてるからさ、指定席に変更は効くじゃん。そう。自由席がないの。そう。はぁ、窮屈だ。自由がない。あれ、ここには自由がない。窮屈な世界に迷い込んでしまった。俺はどうやら窮屈な世界の扉を開いてしまったようだ。で、なんか通路ね、はーってあわあわしてたら、駅員さんにどうされましたかって。で、チケット見て、俺はどうしちゃったんだ。あれ、東北新幹線、俺はどうしちゃったんだ。で、いや、ちょっとそこでだから自由席でないですもんね、みたいな。はやぶさ、あ、ないですね、みたいな。で、指定席の変更聞きますよ、みたいな。あ、じゃあ、ちょっと指定席の変更で、みたいな。近くの空いてる席取ってもらってさ、ふう、指定席で、東北新幹線。で、マニュアルに戻んだよね。ここ一回オート切れて、マニュアルに戻る。え、待って、1万円切れて俺、東北向かってんだけど、みたいな。ちょっと待って、え ?1 万円切れて、一回整理しよう。でも、向かっちゃってるし、もうまあまあ、もう行けるとこまで。行くしかないけど、え、待って、あ、でも一旦秋葉原で結構配ったぞと。秋葉原でも多分、だからもう渋谷と同じように配れたのよ。30人ぐらい配れてる、2時間ちょっとで。やる、120万やんじゃねえか。おかしいだろ。やってた俺、本当に。そのステッカー配り。何この量。で、だから、残ってる。でも、向かってる。じゃあまあもうツイッターで言ってるから、まあ、見た人わかると思うけど、まあ仙台に降りようと、このまま仙台まで行って、でまあ東北向かってますみたいな、とりあえず送って、あ、東北向かって新幹線乗ってますってのは載せたんだ、マニュアルで。新幹線のその座席のこの目の前だけ座って、新幹線に座ってんのがわかるようにだけ送ったわけで、まあどこの駅に降りるとか、まだなんかなんとなくしか決まってなかったし、まあ、どうしようかな、ぐらいの感じだったから、一旦新幹線に乗ってるという事実だけ送って、で、まあまあ、降りるなら、まあ、手前、さやぶさだし、仙台かな、ぐらいの感じでいたわけよ。で、まあ、正直、まあ、言った手前、もう、おーと入れちゃって俺も悪いんだけど、もうないっしょ、ステッカー配りとか、もう、ステッカー配るのクソもねえだろ、と思って。ラジオ大阪だって言ってんのね、東北の方行ってんだから。で、まあ、揺られながらさ、まあ、もうどうすっかな、まあまあ、でもせっかく仙台行くなら、まあもう仙台で降りようって決めて、まあ牛タンでも食ってく、まあ仙台で仕事あるけどさ、やっぱトンボ帰りだからさ、ゆっくりすることもねえしな、みたいな。
なんかうまいもんでも食ってくっかな、みたいな。で、仙台着いて。で、一旦、まあまあ、一応こう、ツイッターは動かし続けておかないとな、せっかくだしな、と思って、仙台来ましたと。いや、まあ、写真だけ撮った。で、投稿はまだしてない。だこれ、飯食いながら後で投稿しようと思って、改札出て、出た瞬間、東北新幹線、まあ、仙台駅の改札出た瞬間に、すいませんって声かけられて、まあ、出た瞬間よ。だから、なんか新幹線一緒だった人かな、なんかかな、と思ったら、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ。言ってきたの。出た瞬間、俺がそこで一応待ってとかじゃない。もうほんと降りて、とりあえずなんか飯屋入ろうって進んでる最中に。で、え?みたいな。嘘でしょと思って。新幹線乗ってますしか送ってないからね。どこに降りたとかまだ何も言ってないんだよ。だから、普通ならって言ったらだけど、まあ、もしリスナーで思っても、大阪向かってきてんのかなとかさ。新幹線乗ってるって言ってるから。じゃあ、仙台にいるのよ。なんでっつって。いや、と。実は、まあ、結婚してまして、と。はい。結婚してる。で、奥さんが仙台の人間ではある。で、僕も今仙台にいる。ただ、奥さんが今仕事の状況がなんかで東京に行ってると。はい。で、東京にいる妻が、ツイッターを見てて、これ、私の感からすると、完全に東北新幹線乗ってると。私はこう仙台から東京に行き来してるから、私はこの座席のシート一枚で、あ、東北新幹線だと。で、おそらく続きのことだから、仙台ぐらいで止まるぞと。旦那、晴れってなったらしいの。で、これマジで張ってたら、たまたま本当に降りてきたんだって、その時間で。そう、福島ではないぞ。そう。かといって、その上、秋田のまでも行かない。あいつは仙台ぐらいでちょうどよく止まる。旦那、晴れ。したら、本当に、いや、来てびっくりしましたと、もう旦那さんからしても、ええー、みたいな。そんな指示あります？そう。旦那が一番びっくりして、本当に来た。そんな嘘でしょみたいな。ええー、みたいな。何なの本当に来るんですねみたいな。いや、そこまで読まれると僕も恥ずかしいっすわ、とか思いながらさ、思考全部奥さんに読み取られてるからね。相当、すごいよ。で、まあ、で、言ってきてくれたから、もちろん旦那さんにステッカーあげて、で、写真撮ってさ、で、そこまでわかるってことは、多分奥さんも、まあ、もちろん番組リスナーらしいのよ。だからさ、な、俺もなんか、いや、いるわけないっしょとか思ってたりさ、で、仙台に着いたって高揚感でさ、じゃあちょっとせっかくなんで、まあ、そこまで当てた奥さんお見事ということで、ちょっとぜひこれ今度会った時に奥さんに渡してくださいって、奥さんの分まで旦那さんに2枚ステッカー渡したわけよ。いや、ありがとうございます。妻も喜びます。なんつって。いや、いるもんだなぁ、みたいな。で、とりあえずなんか、仙台って駅にさ、なんか、牛タン街と寿司屋街みたいな並んでるとこあったから、一旦寿司屋入ろうと思って、空いてる寿司屋ってから入ったの。そう。もちろん、軍法会議もんよ。だって、ああいう言葉言ってないんだ、奥さん。これ。そう。これそう。基本はこれ。奥さんがね、ああいう言葉言ってないのよ。そう。ただなこの、いや、こればっかし、や、ちょっと、どっち、いや、ルールには反してるから、これ待って、そう。情報的処置。そう、情報的処置です、これは。それは、なん、合言葉を言ってないんで、なんだ、密漁とも取れるんだけど、ただ、話を聞いてる感じ、旦那さん、完全にカニです。旦那さん、カニです。なんか妻から連絡が来て、みたいな。完全に受け身だったんで、これ完全にカニです、旦那さん。そう、密漁とカニの夫婦が仙台にいる。いや、びっくりしたわと。まあ、考察ポイントだな。ここはな。そうだな。ここはまあまあまあ、一種の考察ポイントとしてちょっと楽しみは残しておこう。あ、メールですね。ラジオネーム。全ボーイ。つづきさん。仙台でのステッカー配りお疲れ様でした。ツイッターを見ていたら、つづきさんがツイートしていた新幹線の座席から撮った写真の座席や背もたれのネットに入っているパンフレットなどを見て、これは、東北新幹線なのではと予想し、時刻表と照らし合わせ、仙台と特定した考察者がいたようです。その方、あ、だから多分それが奥さんだな。ツイートしてくれてたかも、確かに。その方は仙台に旦那さんがいるようで、旦那さんに行ってもらってステッカーゲットできたようです。今僕が夢中なのは、呪術廻戦の考察者の伊達さんと、このリスナーです。いや、ドンピシャだよな、だって。
それほどまでに奥深い。だって俺も乗車時間は乗せてないんだよ。乗車して時間が経ってから乗ってますだから、新幹線だったら結構な頻度で出てるからね。どの時刻で乗ってるかなんて、なんだろう、あんまり予想つかないじゃん。だってもう月際かもしんないしな。とか、乗り立てかもしんないし。乗ってちょうど真ん中ぐらいかもしれない。かなりいろんなパターンがある中、なんとなくこのツイートのタイミング、続きなら、そう、5分の差は当ててる。そう、当ててる。そう、どれに乗ってるか、そう。5分間隔とかに出てくる新幹線の、もう、ドンピシャで晴れたってことは当ててんのよ。すごいよ、考察系リスナーで。考察系密漁リスナーがいるわ。いや、ほんと、まあ、あっぱれだわな。俺はまあ、お見事とし、まあ、言いましょう。まあ、仕方ないわな。まあまあまあ、もう、それはまあ、あげるに値するかなと、その時ちょっと俺のテンションで思っちゃったからね。ここはまあ、パーソナリティの自由としてあげましたけども。で、寿司屋入ってたら、寿司屋まあ、一通り食って、まあ、出て、まあ、まあ、寿司食って牛タン食って帰っかな、みたいな。せっかくだしね。仙台といえばと思って。で、仙台駅の外出てさ、広場みたいなのこう歩いてたら、後ろから走ってき、女の人二人かなが走ってきて、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞっつって、仙台でまたよ。まあ、言ったら、渋谷とか秋葉原みたいに待機しててじゃないよ。普通に俺が動きたいままに動いて寿司食って、もう動き続けてる最中にバーッと走ってきて。いるんだよ、仙台に。で、飯食ってる時にツイートしてるから、その時点で俺が仙台にいることは分かった上で、仙台で来てくれた人がいたわけ。で、私たち、なんか、二人組で声かけてくれたんだけど、この人たちは知り合いじゃないんだって。今さっき、会って、みたいな。で、まあ、お互いそれぞれ、俺が仙台駅にいるってツイートをして、まあ、俺は寿司屋で飯食ってたの。で、この人は仙台駅にいると思ってるから、どこだって駆けずり回ったの、仙台駅中を。で、いないいないって言って、わーって、その、なんか寿司屋通りみたいなとこ入ったら、パッてよく見たら、なんか、ちょっと変な服着てるやついるぞ、みたいな。あれ、続きじゃねみたいな。で、よく見たら、あ、続きだと。で、ちょっと、俺が見える、まあ、お店にも邪魔にならないところで貼ってたんだって。俺が出てくんの。その子は。出るぞ、そう。早くしろよ、時間だよ、お前。いつまで飯食ってんだよ。話が違うよ、その子からしたら。そう、曇ってんじゃん、何の大きい寿司食ってんだよ、みたいな。で、後で俺さ、DM 見たらさ、寿司食ってないで早く出てきてくださいって、メール来てて。いや、そうか。この人からしたらね、配ってると思ってるからね。で、俺は寿司食ってて。で、だ、来ねえな、みたいな。で、そう。で、大将は、ゆっくり。で、俺もさ、ほう、写真とか撮ったりして、写真撮って、早く出てこいよ、ゆっくり食ってる場合じゃねえよ、みたいな。で、俺はビール飲んでさ、で、何飲みますかみたいな見て。で、俺、じゃあ、日本酒でいいですか。何ゆっくり飲む飲み物頼んでんだ。サクッと来いや、みたいな。で、そわそわしてたら、で、その子がパッと隣見たら、同じ感じで携帯見ながら、これそわそわしてる人がいて、もしかして、みたいな。で、そうです、みたいな。で、二人して、何あいついつまで寿司食ってんですかねみたいな。ここで意気投合して同じ意志の持ち主だってなって、知り合って、みたいな。リスナーで、みたいな。あ、そうなんだ。いや、それは申し訳なかったと。ごめんなさい、つって。まあもちろんステッカーあげて、まあ写真とか撮ったりして。まあまあなんかレアなケースっしょと思いながら牛タン食ってさ。で、まあ一通り牛タンも食って、まあそう普通にお腹いっぱい食べてさ。で、まあまだ、ちょうど駅の方戻って、終電間際の一番早く帰れる電車で30分ぐらい待つから、じゃあこっから30分間ちゃんと待とうと思って、もう一回じゃあ仙台駅のこの辺、なんとなく仙台駅って上に大きく出てる看板写真撮って、まあ分かりやすい。だいたいこの辺でよくような感じを投稿した。で、そしたら5分ぐらいしたらさ、ものすごい形相で走ってきて、はぁ、みたいな。なぜか、すいません。地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ、みたいな。あ、ありがとうございます。探しましたよ、続きさん。悪い。俺が仙台をゆっくりしようと思ったばっかりに、その後男の子と、今俺どこにいたんですか、俺ずっとこの辺走って探してて、みたいな。いや、そうか。思ったより探してくれてる人がいたのよ。で、いると思わないから、こっちも仙台にわざわざ。いや、ごめん、みたいな。で、中にはさ、いや、なんかもう帰っちゃったかどうかわかんないけど、またこっちにもし、どっか行ってたら戻ってくるなと思って、みたいな。あ、なんか時間もあるしと思って、なんかこちらお土産なんで、みたいな。仙台の、なんか仙台牛カレーみたいな、レトルトのさ、なんかお土産みたいなのくれるリスナーとかいてさ、あったけえのよ、仙台リスナーなんか、こう、ほんとありがとね、みたいな。いいですか、写真、みたいな。もちろんいいよ、とか言って、結構それもさ、
何人も声かけられて配ったり、何人も声かけて配ってってやって、で、なんか中にまた女の人がさ、女性も男性も同じぐらいいてさ、で、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞみたいな、女性に、ありがとうございます、あげてさ、いや、私、本当に三四郎さんのラジオが好きで、いいわ、三四郎さんのラジオもう、みたいな。分かったよ、それ。そう、出た、出た、出た、もう、そればっかし。いいけどさ、分かったよ、みたいな。なんでまたかよみたいな。マジで声出して。またかよっていうのは。その人からしたら、一発目のコミュニケーション。いや、確かにごめんごめん。俺はもう、何多かったんですよ。やっぱ三四郎さんのラジオ人気なの多かったんですけど、ごめんなさい。ちょっと向きになっちゃってみたいな。いや、いい写真撮りましょうとかって写真撮ってさ。で、仙台でも、十何人。なんか秋葉原、渋谷、仙台で同じぐらいの人数配れたのよ。いや、配ったなーみたいな。で、まあ、多少、U ターン食いながらお酒飲んだりして、気持ちいいな、仙台、みたいなさ、時間。まあ、もうさすがに、まあなんかもしかしたらまだ探してくれてる人いんのかもしんないけど、まあ俺も、もうさすがに、いや、これで終電逃したら大音すぎるからさ、俺も。いやいや、そんなにはやれない。もうわざとじゃなくて、もうそんなの。ちょっともうやりに行っちゃってるじゃん、そう。そう、アパ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 。仙台駅、アパって調べ、出したらもうその、もうオート、オート、そう、オートじゃん、これは。さすがにそこまでできないなと思ったから、いや、まあまあ、もう時間的に帰れるし、まあ、仙台で十分配れたし帰ろうと思って。まあ、ああまあまあ、でも仙台にもリスナーがいるなんて思ってもなかったしさ、まあ、結構な人数、十何枚とか渡せたからさ、気持ちよかったな、みたいな。ポケ見たら、まだステッカー100枚とか、100枚残ってんじゃねえか、俺。何の功績もないよ、ここに。なんだよ、150枚。4万5000枚配ったってなんだよ。じゃあ、150枚1日パーソナリティが配り回って配りきれないのに150枚中の3、まあ、50枚配れるか配れないか、40枚とか配ってさ、代表として4万5千分の1持ってんの俺。大通り乗れないでポイント東京ドーム。いや、1日かけて、交通費往復2万使って、40枚。大した、鎌田これだよ。かまた、これには覚悟ってな。これを、やりたいって言ってできんのかって話だよ。いやー、ちょっとさ、まあ、せっかくなのでね、150円もらったしね。まあ、初めてこう、リスナーと交流する機会もなかなか番組でないからさ、ちょっといい機会させていただきました。あと、100。え、待って、これ、配り終わるまで俺休みの日ないの？え？いや、そう言ってないもんね。そこはスタッフがね。何も言ってないもんね。勝手にやってることだもんね。別に。そうそう。え、あと100枚？ちょっと待って、配りきんのきついって、何も言ってないもんね、スタッフは。勝手にやってもらえない。そう、これね、勝手にやってるってことなんだよね。なんだ、そう、鎌田、これ、助走とか撮ってる場合って、勝手にやるんだよ、こういうのは。いや、まあまあまあ、こう、実際ね、桜橋リスナーって、こう、どこにどんぐらいいるとか知りませんでしたから、まあ、いざ知れたっていうのは、まあ、いい機会でして、1年間やってきましたよね。またいつか、まあ、だから、地方仕事で、お泊まりですとかね、とかあったら、それはだって本当にその地域で、もう、時間が空白であるわけだから、これはこの地域で、配りますよ。自腹じゃないし。てか、お前、2万ってなんだよ、交通費。パーソナリティが、ステッカー配るのに、交通費2万かかっててさ、おい、ありがとうじゃねえのっておかしいだろ、リスナー。ざけんじゃねえよ。おめでとうございますだろ、それは。間違ってねえだろ、俺別に。いや、まあまあまあ、まあ僕としても、いい経験になりましたよ。リスナーに触れて温かい時間過ごせました。皆さん、来てくれた皆さん、ありがとうございました。ということで、それでは、始めていきましょう。四千頭身続き録の桜橋919。改めまして、こんばんは。四千頭身の続き録です。いや、ごめんなさいね。やっと始まりました、この番組。いや、もう本当に、トンネルズさん以来とかなんだよ。こんなに長いオープニングと好奇心が開花するエンターテイメントの駆け足、桜橋919。木曜日、私、四千頭身の続きをお送りしています。やっとです。やっとタイトルコールまで行きつけました。もうね。まあ、ツイッターであんだけ、こう、動きを発表してたんでね。もうなんか、フリートークゾーンのがちんたら待っててもあれだなと思ってね。どんなことかって、そう、熱量もあるしさ、こっちの。そう、オートで。そう、オートで走りました、今日は。今日の放送、オートでお送りしておりますので。自分のことトンネルだと思ってるの。ちょっとちょっと、言った手前さ、やばと思ってから慌てて言ったじゃん、俺も。やばい、拾われる前にと思ってさ、好奇心があって。入ったじゃん。いや、CM 行くよかで長いって言えばじゃない、そこは。
いやいや、申し訳ないです。あの部分は、皆さん、切ってくださいね。シェアするとき。頼みます。デンジャーゾーンですので、あそこ、禁止区域ですので。いやいやいや。今日シェア少ない。おい、今日シェア少ない、ツイッター。何やってんだ、ざけんなよ。シェアなんで、うちは武器がたった一個。関係ない。いや、この、ね、別に、先週とかも、オープニングトークがあって、タイトルコールがあって、曲行く前に、いや、うちの武器はシェアですよ。シェアしてくださいって、ね、言ったけど、言われる前にやってくんないか、そこはもう。鉄の掟だから、うちの番組はこれが。頼むぞ。あとで改めて、そらシェアの告知もするけども。言われずしてもやるっていうのをもうさ、当たり前のルールにしてよ。だっけーな、メールなんだよ、これ。いや、こんなにさ、タイトルまで長い俺が言うのもなんだけど、長いメールだな。書く時間があったんだ。メールを打つ猶予がすごいあったんだ。軸がステッカー配りしかないから。まあ読むよ。ラジオネームドーブル。ツイッターで都築さんがステッカーを渋谷で配っていることを知り、都築さんはなぜ大阪に来ないんだとがっかりしていました。まあまあね、ラジオ大阪ですからね。すると、午後6時7分に都築さんが新幹線の座席から撮った写真をツイートしていたのを見ました。はい、僕は座席から新幹線を考察できる力がないので、東海道だと思い。いや、そうよな。いや、間違っちゃないよ。お前の感覚は間違ってないよ。違う、そう、いや、新幹線、都築さんが、新幹線、東海道だ間違っちゃないよ。そう思うよな。仕事を猛スピードで切り上げ、6時半頃に僕が住んでいる岡山から新幹線に乗り、新大阪を目指しました。ちょっと怖くなってきました。ごめんなさい。ちょっと怖い。ちょっと怖い話だったか、ごめん。え、都築さんからステッカーをもらいたい。新大阪に着くまでの1時間半のドキドキの旅が始まりました。怖い。新幹線に乗って1時間経った頃、明石行きあたりでした。都築さんのツイッターが更新されました。あれでした。仙台駅にいます。全身の力が一気に抜け絶望しました。新幹線に乗って1時間が経った頃、明石駅あたりでした。都築さんのツイッターが更新されました。仙台駅にいます。全身の力が一気に抜け絶望しました。しかし、新幹線は猛スピードで、新大阪を目指しています。行くな!止まれ!意味ない!トムル、トムル、トムル待ってくれ。トムル、そして東海道新幹線待ってくれ。俺もそう言いたい。読みたくない。エンディングを迎えたくないこいつ。僕の願いも虚しく、新大阪駅に着きました。ちゃんと覚えてませんが、僕は、陸路おじさんのチーズケーキを買って、岡山へととんぼ返りしました。都築さん、こんな考察できないリスナーですみません。次こそは、配布場所を当てたいと思います。いや、ちょっとダメだな。ドーブル、いたんだな。いや、新幹線を上げた時点でね。まあ、大阪と思ってるリサもいるかもな、とか。思って、俺だって。でもさ、向かうやついねえだろうと思ったんだよ。いや、向かっても、
近所だよ。梅田とかさ、まあ、大阪府内ではな。仕事を早く切り上げ、岡山か、東海道だ行けなくない行けなくないぞ東京は無理だけど、行けなくないこいつの何か怖いってさ、マニュアルなんだよ、こいつ。頭使ってさ。いや、そうだよな。で、俺が仙台駅にいるって見たの瞬間にオートに買ったよな。だから肉のおじさんのチーズケーキは覚えてないけど買って帰ってんだよな。いや、マジごめん。怖かった、途中。怖かった。僕は座席から新幹線を考察できる力がないのでから怖かった。こいつもしや。お前、直感だけで動いたんじゃねえだろうな。案の定、東海道だ。なんて噛み合わなかったんだ、ドーブル。いや、申し訳ないね。中にはいたんだな。もしかしたら、いたのかもな。だから、まあ、岡山から新大阪とまでは言わなくてもさ、例えば、なんだろう、千葉、埼玉、神奈川みたいな、首都圏内から、俺が新幹線乗るまでに秋葉原、渋谷に向かってた人とかいたのかもな。申し訳ない。ステッカー、差し上げません。はい、全然差し上げません。はい、合言葉も言ってないんで別に。いやいや、合言葉言ってないじゃん。え、密漁になりたいってこと？え、言い方も言ってないし。いやいやいや、意味ないじゃん。いや、それは、自分の運をこの後信じてください。メール送ってくれたんで当たる可能性あります。それ別に関係ないんだもん、だって。噛んで当たるか、あの日合言葉を言ってもらう以外に方法はないんだよ、やっぱり。運が当たるか。どっちかしかないんだよ。それ、ドーブル、それないでしょ、別に。それ仕方ないよ、やっぱり自分の勘の悪さを。お前に考察できる力があれば違ったわけだから。でもいたんだろうな、遠くから向かってきてくれる人もしかしたらね。だから仙台はどうだったかわかんないけども、はあ、いやー、だからそうだね、次、まあだから仕事で休む時間があればとかな。だから東北だから関西圏、まあ大阪とかも攻めたからな。四国行ってね、四国はねえな、プライベート行ったこと。四国攻める？どうする？四国やる？四国攻める？どうする？知らないってなんだよ。知らないってことなんじゃない？え、勝手にやったけど。いや、そう、相談には乗ってよ、それは。四国行ってみんのどうっていうさ。そう、勝手にはやってるけどさ。そう、どうかの相談には乗ってよ、これ。はい、生放送です。リスナーあたり、メールで参加していただきたいと思います。もういいの？41分。え、これ、12時またいで、まだ、あれ、まだ行ってない？ CM 行ってない？ CM 行ってないか。12時またいでからは。またいでからは、投資でやってんのか。ああ、そうかそうかそうか、もう12時41分か。まだ41分？マジで？メールは来てんのね、もうね。メールで参加してくれてんだから、そう。ラジオネーム、舞茸タイマー。仙台駅にいるというツイートを見たので、急いで向かい、20分近く駅前を探したのに、都築さん見つからず。俺、寿司食ってるからね、この時。いや、それそうだよ、寿司食って、お腹空いてんのもんなって。こいつ出会い系で騙されてるんじゃねという周りからの視線にも耐えきれなくなったので、帰ろうと思った時に、芸能人と思えないほどオーラが全くない都築さんを見つけ、無事ステッカーをゲットしました。お唯一の後悔は、自分の後ろに並んでいた可愛い女の子に声をかけなかったことです。ああ、だ結局、前だけタイム、だから声をかけれたってことね。なんだよ、このオーラが全くないとか。自分の後ろに並んでた可愛い女の子に声をかけなかったことが後悔です、みたいな。何言っちゃってんの、こいつ。何並んで、弱。岡山の後だぞ。はい、岡山の後だぞ。そう、もうあれ以上ないよ、別に。その、公開メールで、あれの上はないよ、お前。天井出たから、公開メールで。後悔しましたのメールの、土天井見ただろ、お前。送信取り消せよ、慌てて。送信したら、すいません、あのメールは読まないでくださいって、急いで送れよ、お前。ごめんなさい、あの公開メールはちょっと読むのなしで。キャンセルで。いやー、まあ、でも、そうだよ。だって声かけれてるんだもん、結局はな。で、舞茸大魔にあげれたわけか。
よかったよかった。まあ、だ20分近く、だからはぁはぁっつって、牛タンとか食った後に声かけてくれた人売りかな、多分ね。いや、向かってくれたのありがたいわけですよ。はい。なんで、まあまあ、配りましたけどね。まあ、変わらず、毎週抽選で5名にステッカープレゼントしてますので、住所と本名をお忘れなく。だから、まあ、はい。ドーブルにもね、当たる可能性はありますので、ツイッターのハッシュタグは、つづき桜橋919で盛り上げてください。というのと、今週も、もうラジコのシェア機能使ってください。何回も言わせないでください、もう。覚えて、うん、実況ツイートや感想ツイートをするときは、必ずラジコのシェア機能使う。もうこれは絶対です。俺を、この番組を最強にするのはお前らだぞ。俺をこの番組を最強にするのはお前ら。自覚してください。ハッシュタグ、地方局の深夜ラジオってレベルじゃねえぞ。撮るぞ。全国。モンキーマジック、空はまるで。はい、四千頭身の続きです。ちょっと今から、ちょっと一旦疲れたんで、一番弱いコーナーに行きたいと思います。何時何時いつぶり皆さん、もう、ご存知ですか分かってますかこのコーナー何か。こんな曲だっけこれ、なにこの曲なんだっけなんだっけこれ。こんな感じだっけテーマ。なんか、はい。覚えてますかね何時何時あるんですよ。うちの、お尻の奥底に縛ってあったコーナーをちょっと掘り出しました。たまにやると楽しいゲームとかあるじゃん。そう、うちの番組コーナー強いよ。強いんだよ。そう、強いのよ。龍河とか NPC 強い。未だに面白い。何時何時って。これだけなんか、弱いんだよ。なんか穏やかなんだよね、すごい。いや、たまに、箸休めとかにやっと、なんか、たまに忘れた頃にやる三国武装とか思うのにじゃん、やっぱ。そんな気分です。息抜きで楽しんでください。皆さんの知ってる VTuber と所属事務所の名前を教えてもらっています。今どんな VTuber が人気なんでしょうか、紹介していきましょう。というコーナーでございます。さあ。まあ、もう聞いてりゃわかりますから。ラジオネーム、むずむず。24時、7時。バイトの先輩後輩だけど、2000年生まれってことは、俺らため。こんな感じ。こんな感じですよ。100万点バラサロメ。100万点、二次三次の100万点バラサロメ。みたいに言ってもらってます。100万点バラが、てか、振りの部分というかね、とサロメ。みたいなテンションで、俺らため。みたいな感じになってます。ラジオネーム、タイラント。23時、24時。どうやったらうまく切れる足の指の爪。こんな感じですかね。ね、むずいよな、確かにな。端っこの方とか、ちょっとやっぱりだいたい巻き爪というかね、ちょっとえぐっちゃうんですよね。どうしても親指の爪とか。穏やかだね。気持ちいいね。ラジオネーム、フェルトペン。24時、25時。打ち上げで説教すんな。さっきから何回言ってんだよ。お前のため。そうなんだよな。さ、うるせえなと思うんだけどね。お前のためだ。そう、お前のため。若い頃はわかんない。ちょっと経験を踏んで、あの頃言われてよかったなと思えるから。ラジオネーム、としまつ。21時、22時。FNS 歌謡祭でコラボしてるわ。コメコメ。だいたいその時間が21、22時台だろうな。しかもな。この時間帯だよな。こんな感じ。ああ、いいね。汗が引いてくわ、どんどん。ラジオネーム、アルミカン。0時24時。いつどこでやってるのか誰も知らない、ヤブサメ。あ、いいね。確かにな。なんか次の日起きたら朝ニュースとかになってるけど、え、昨日やってたみたいな。告知した。誰か実況ツイートする人いた朝ニュースでは盛り上がってる風あるけど。まあ、確かにね。わかるわかる。あんだけ盛り上がってる割にはなんか、やりますみたいなのとか回ってこねえんだよな、別に。やってるツイートとかもねえしな。まあね、伝統文化だからね、地域によっては絶えずあるわけですけども。ラジオネーム、フェルトペン。23時、24時。今日で配信期間終了のライブ切りで駆け込め。なるほどね、23時、24時。ああ、配信期間終了。なるほどね。ありますね、こういうこともね。いやー、なんともいい時間でした。はい、ということで一旦ちょっと箸休め一旦ちょっと水分補給というかね、皆さんも、これをこの時間休憩できたんじゃないでしょうか。たまに食うとね、そうコーナーです。一番弱いコーナーです。今日初めてこの番組聞いた皆さん、一番弱いコーナーです。
いいんですよ、たまにですけど。すごい、うちの番組コーナー強いです。来週以降楽しみにということで。受付メール、以上ですかね。受付メールアドレス、続きあったまく obc.jp です。四千頭身続き記録の桜橋919。四千頭身続き記録の桜橋919。そろそろお別れのお時間です。ついさっきタイトルコールがあったんですけど。ミクチャでは番組終了後にアフタートークがありますので、そちらもぜひ。アフタートークまでなさって。今週の放送は終了後から1週間アーカイブ配信で見ることができます。あれね、ちょっとメールテーマを、ホームページとツイッターの方で発表はしちゃってたんだけど、番組で発表できなくて読めなかったから、ちょっと来週持ち越しで。でも12時半、でも40分とかあった、確か。今から募集はなということで、でもツイッターで募集してた手前、ちょっと来週持ち越しでやるので、なんかあった方はぜひね。メールですね、ラジオネームトップロープ。空はまるで君のように、青く澄んでどこまでも、岡山の彼のことのようで涙が止まりません。どうか彼に幸ある。だ、ドーブルのことだな。そうだな、あの、空はまるで君のように、青く澄んで、どこまでも、じゃないんだよ。じゃあもう、夜だし、知らんし。あの日1秒たりとも青く済んでなかったから。ラジオネームベンティ、ステッカーをもらうために遠征したのに場所を間違えたことを岡山と呼びましょう。だったらしいの生まれてるって。じゃ、だいぶ限定的だろこんなの。ドーブルじゃなくて。ドーブルって呼んでやるよ、せめて。かわいそうだろ、ドーブルも。ラジオネーム、ポーション。次回のステッカー配布場所は、四国ですか。な、岡山から四国まで、快速マリンライナーという特急で、1時間。あいつ行くぞ。もしかしたらな、もしかしたら、いや、なんかみんなで、ね、ドーブルがかわいそうみたいな、まあ、かわいそうだけど、知らないよ、俺だってそんなに。で、そう、いや、わかんないよ、俺だって別にドーブルの投稿までは。びっくりしたんだって、俺だって。まあね、じゃあ、ということで、今週もありがとうございました。来週もお付き合いください。ここまでの相手4000都市の続き、ひろきでした。また来週、ありがとうございました。